優勝戦1号艇西橋奈美選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今節は予選ぶっちぎりのトップ通過で手にした1号艇です。嬉しいです。はい、船橋としてはどんな感じでしたか、準優勝戦は。そうですね、もう伸びも良かったんで、うん、ちょっとスタート遅れたと思っても伸び返してくれたんで、だいぶ1マークは余裕持ってターンできたんで、すごいターン周りもいいんで、すべていいですね。本当今節ね、上がりタイムも毎日1番の、ね、上がりタイム出してますね、うん、いいですね。はい。そのスピードターンも、ね、光ってると思うんですけども、回った時の感覚は自分の、体感と合ってる感じですか。そうですね、もうすごい本当かかりもいいんで、めちゃくちゃに乗りやすいのが本当強みだと思います。はい。そして今節スタートなんですけども、見え方はどうですか。そうですね、まあ、前節ちょっとフライングしちゃったんで無理はできないんですけど、でも勝負するところは本当ちゃんと決めていこうって気合い持って入れてるんで、ちゃんと勘通りでいけてます。そして今節の優勝戦は初優勝の選手も何人かいるんですけども、はい、西橋選手は1回優勝してます、はい、気分的には。そうですね、負けずに初優勝狙ってる人たちが多分本当いっぱいいる中なんですけど、うん、ちゃんと自分のターンして負けないようにします。せっかく手にした1号艇ですからね、はいはい、それでは優勝に向けてファンの方にメッセージをお願いします。はい、優勝戦まで、本当12レースまで時間あるので、本当全部自分のできることを本当全部やりきって優勝戦に向かいたいと思います。いいエンジン引けて、本当最初から最後までいいレースできてるんで、最後もちゃんといいレースして帰りたいと思います。応援よろしくお願いします。優勝戦2号艇大橋瑠璃花選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。5日目はまくり差し逃げと2連勝でしたけれども、はいはい、準優の船橋はどんな感じに仕上がってたんですか。もう全体的に全部がいい足で、うん、レースに行くと特にいいなって感じます。レース足もいいですか。レース足がいいです。あ、そうなんですね、はい、乗り心地とかも問題なさそうですか。問題ないです。優勝するためには何が必要ですか。その時の天気に合わせて微調整するだけでいいと思います。でも微調整だけで優勝戦には臨めるかなっていうところですね。はい、はいはい、そして、スタートなんですけども、本日見え方どうですか、タイミングは。最初はちょっとあまり分かってなかったんですけど、うん、まあ、準優日まで来てしっかり本番のスタートが分かってきたかなって感じです。じゃあもうスタートも問題ない。問題ないです。はい、あとは気持ちですか。気持ちいいです。はい。はい、2号艇ですけども、何か作戦考えてますか。はい、作戦ですか。はい、自分のターンを精一杯頑張ります。はい、それでは優勝に向けてファンの方にメッセージをお願いします。はい、私のレースしっかりできるように、ナミちゃんとどっちかワンツーして帰れるように頑張ります。応援してください。優勝戦3号艇高畑式選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦の船橋どんな感じに仕上がってたんですか。全体的にいいと思います。で、何か足りない部分、気になる部分っていうのはないですか。ちょっとこの雨が降って、うん、ちょっと若干違和感はあったんですけど、あったので、その前半の5コースの時の感じでの仕上がりが一番いいと思います。特にどのあたりが気に入ってますか。ターン周りがいいと思います。ターン周りいいということで、全速のまくり、3連勝ですね。はい、4日目の後半からですね、準優含めまくり3連勝ですけども、7回目の優出、初優勝狙いますね。そうですね、ちょっと優勝したいんですけど、まあ、ちょっとしっかり頑張ります。はい、こっちスタートの見え方どうですか。スタートはあんまりちょっといけてないですね。うん、でもスリとか伸びる感じはありますね。ちゃんと全速でいったら伸びていく感じはあります。うん、はい、それでは優勝に向けてファンの方にメッセージお願いします。ちょっと優勝を目指して頑張ります。よろしくお願いします。優勝戦4号艇大豆田葵選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。先月の一般戦でも優勝してますね。はい、はい、今回もきっちり優勝戦乗ってきましたけども、はい、ちょっと準優勝戦は悔しい思いでしたね。そうですね、やっぱりちょっと逃げは苦手みたいです。そうなんですね。はい、でもそこから追い上げもありましたよね。はい、うん、船橋の仕上がりとしてはどんな感じですか。ちょっと昨日と今日で気象も違かったんですけど、うん、それで
まあ、前半は失敗してしまって、まあ、後半いい方向にペダ叩けたかなって感じです。はい、そして今節なんですけどもトップスタートも何本も変わりましたね。はい、見え方はどうですか。まあ、見え方自体は合ってるんですけど、ちょっと、うん、まあ、自分のタイミングで起こせてなくて、それでアジャストしてしまったりしているので、ちょっとそこら辺は自分で修正しないとなとは思ってます。はい、1号艇は苦手って言ってましたけど、明日は4号艇です。はい、何か作戦考えてますか。いや、もう戸田の4号艇は好きな枠番なので、はい、もう思いっきり行きたいです。はい、それでは優勝に向けてファンの方にメッセージお願いします。もう今節こそ優勝します。応援よろしくお願いします。優勝戦5号艇高田彩選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ここまで来れると思いましたか。思ってなかったです。嬉しいです。手にしたモーターなんですけども、はい、ここまでどんな仕上がりになってますか。合えば回り足と出足がすごくいい気がしてます。うん、はい、優勝するために何か必要なものは。スタートスタートですか。今節どうですか、見え方。今節はまあ、ちょっと早かったり遅かったりしてますけど、うんうん、まあこんなもんかなって感じです。今節はね、初優勝の、メンバーもね結構いますけども、高田選手も初優勝を目指しての優勝戦ですけども、ファンの方にメッセージお願いします。はい、優勝戦乗れたので頑張ります。ご声援よろしくお願いします。優勝戦6号艇孫崎桃代選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。優勝戦、準優勝戦では、はい、船足どんな仕上がりだったんですか。回った後がすごく良かったです。はい、そのあたりはもちろんキープできてたんですね。はい、はい、その他の部分はどうですか。全体的にいいです。うん、はい、で自分の中で求める部分の中で何パーセントぐらいの仕上がりでしたか。90% ぐらいです。うん、じゃあ、あとの 10% は特にないですけど、うんうん、いい人にはちょっとやられる時があるので、うん、それだけです。じゃあそのあたりしっかりキープっていう感じですか。はい、はい、今節スタートなんですけども、はい、見え方どうでしょうか。スタートは遅いですけど見えてます。うん、あ、そうなんですね。はい、ダッシュとスローはどっちの方が合ってましたか。どっちもいけます。あ、そうだったんですね。はい、6号艇ですけども何か作戦考えてますか。いや、チャンスを伺って優勝は狙いたいです。はい、じゃあ確認ですけどコースの動きとかはないですかね。はい、はい、わかりました。それでは優勝に向けてファンの方にメッセージお願いします。はい、優勝戦乗れました。優勝するように頑張ります。応援してください。